え、イブさん契約 したんですか、もう本当に。契約しました。じゃあ AEW の所属選手になるの？一応そうなりますね。要は話し合いの中でどうやったら契約できるって言われて、うんうん、僕はこうでこうでこうでこうのこの条件じゃないと契約はしたくない、うんうん、ただ契約するんだったら今日しようっていう話をしたんですよ。あ、ね、それがハードコアマッチ、うんうん、ダブルリング金網の、はい、あの日ですよ。 あの日に契約したんです。契約を口契約をしたんです、うん、自分はこうじゃないといけない、うんうん、日本での拠点は日本で、うん、で試合のたびに行きます、うん、基本的には日本にいます、うん、日本で活動します、うん、活動させてもらいます、うん、それも自由にさせてもらいます、うん、それで OK ですか、うん、とか他にもいろいろまあね、もっともっと自由な契約なんですけどね。うん、まあ、仮に別な団体に出るとかそういうのも当たり前だけど、うん、別の競技にも出ていいかとか、うん、そういう細かい話も全部して、うん、それでも OK が出て、うん、もう何でも言ってくれるっていう、はい、言うことは何でも聞くっていう、うんうん、じゃあ試合数はちょっともうちょっとやっぱ行く回数ちょっと多くなりすぎるとその日本での活動が狭まるから、うん、もう少し試合数絞ってくれる、うん、っていう言い方をしたら、あ、でもそれでも OK、うんうん、ベストな契約ですね、うん。